はい、イシキン TV のイシキンです。こんばんは。2021年1月、28日の動画に来ております。こんばんは。今日も皆さんお疲れ様でした。今日はですね、3個ぐらいかな、お話しさせていただこうと思います。ですね、ちょっと今日、昼ですね、FP の、荒井くんというね、同い年の、友達が、いまして、FP なので、確定申告だった一昨年の確定申告だったりを、すごく手伝って、ほとんどもうやってもらったみたいな感じなんですけども、やってくれたりとか、税金関係の、相談だったり、まあ、持続化給付金の相談だったり、やり方とかね、細かいところちょっといろいろね、聞いたりしている、友達です。はい。彼とちょっと今日会ってきて、渋谷のリビングルームカフェというね、皆さん知ってますかね？マジで、おすすめの、カフェとなります。おしゃれです。めちゃくちゃ。渋谷と言ったら、リビングルームカフェと言っても過言ではないんじゃないでしょうね。多分。はい。行ったことある方は多分わかると思うんですけども、めちゃくちゃおしゃれで。で、なんで、会ったかというと、久しぶりにというか、そもそも、その、彼が、来月からね、ちょっと、関西の方に、仕事の関係で行くということで、ちょっとね、まあ、あっち行く前に会ってこようと思って、あとはちょっとやっぱり話したかったのもあって、いろいろね、話して、盛り上がって、たくさん楽しかったです。はい。で、こういう感じです。もうなんか、そう、こんな感じの。お店で、めちゃくちゃもうすごいです、これ。はい。で、これですね。今日、サラダ。サラダボールって言うんですかね、これね。本当に、これ1500円ぐらいしたんですけども、サラダ、ぎっしり、もう十何種ぐらいの多分、野菜が乗っかっている、やつをお昼に食べました。はい。これだけでお腹いっぱいになりました、本当に。皆さんが多分想像している以上に、深いボールで、入れ物で入ってたんで、本当ぎっしり楽し、美味しく食べさせていただきました。この青いのは、チーズです。チーズでした。はい。まあ、ただ青いだけですね。ただのチーズです。はい。こんな感じでぜひ、東京にいる方もね、そうでない方も、遊びに来るときにぜひ、リビングルームカフェ、ぜひ行ってみてはいかがでしょうかという感じですね。はい。で、もう一個がですね、その帰りに家に帰ってきて、ちょっとミーティングが家で、ズームで、オンラインでミーティングがあったんで、家に帰ってきて、でもその家に帰る途中にもう雪がね、吹雪ですね、もう。思いっきりこの、メガネにパシャパシャパシャってこの当たるぐらいの角度で、思いっきりすごい勢いで吹雪が、雪が降っていて、もう傘とかも全然何も用意しなかったんで、駅から、徒歩だと15分ぐらいなんですけども、走って、もう、そこの道を駆け抜けて、びしゃびしゃになりながら、行きました。はい。いや、もうめちゃくちゃ寒かったです。今年、今年度初めてのね、多分東京雪だったと思います。はい。めちゃくちゃ冷たかったです。はい。あとはですね、夜ご飯は、お家で、焼肉を食べました。はい。焼肉は、肉は何を食ったかというと、ジンギスカン、こちら、平和園。平和園ですね。和食じゃねえや。焼肉レストラン。平和園のお肉を、使って、これを3人前分かな、食べました。あとは野菜を、玉ねぎを輪切りにして、やったやつと、ピーマンと、焼きそばもね、作って、美味しく食べました。はい。もうそれで、焼肉プレートはね、ルームメイト買ってきてくれたやつを、使って、家でこれで美味しく、家で、コスパよく焼肉ができるようになったので、すごく嬉しいです。はい。で、そうですね、まだホルモンとか、まだたくさんあるので、また 2、3回ぐらいね、焼肉できるかなと思います。はい。まあ、ただちょっと、焼肉がね、換気扇が、焼肉屋さんみたいにこの真上にあるわけではないので、もう、家中、どの部屋も黙々、白い煙で黙々、お風呂場もね、さっきお風呂入ってきたんですけども、本当に風呂場ももう真っ白で、霧で、煙で何も見えないぐらい、黙々してました。はい。ですね。はい。
ね、本当にお家で焼肉できるようになったんで嬉しかったです。はい、でおばあちゃんに、これはおばあちゃんに送ってもらったんで、はい、まだちょっと、気持ちをね、感謝の気持ちを伝えれてないんですけども、母からね、すごい催促されてるんですけども、まだ、ちょっとなかなかいろいろあって言えてないです。はい、でも本当に美味しいです。ありがとうございました。はい、まあそんな感じで今日は、終わりたいと思います。バイバイ。